私自身がその最初に来たのがもう10年以上前ですかね、はい、で、まあ、今回でトータル5回目なんですけども、うん、やっぱり一番最初 の、 その海外ツアーというか結婚してから一人で参加したツアーがシャスタだったんですね。シャスタツアーだったんですよ。でその時にやっぱりまあ10日間 で自分のねやっぱり概念とか枠にものすごいやっぱり縛られてんだなっていうのをすごい感じたツアーだったんですよ。でそれはうんだからもうまず自分であの、まあ、群馬の方で主催イベントの主催とかしてたもんですからあのよく来てくださる方からいやーサチオちゃんシャスタツアーがあるから行こうよって言われて2つ返事であいいよみたいなことで申し込みました。